テレポビズ。基礎から学ぶアメリカ経済2回目となりました。今回はいつものニューヨーク支局を飛び出しまして、マンハッタンの街中にやってきました。クリスマスが近づいているということもありまして、ご覧のように多くの人が訪れています。道には規制が張られているほど賑わっていますね。そして今回もこの場所でニューヨーク支局の滝沢さんとともにお伝えします。はい、滝沢です。よろしくお願いします。お願いします。本当に多くの人が訪れていますね。寒いんですけれども、本当に人の出活発ですよね。平日の午後7時頃なんですけれども、本当に車の数も多いですね。そうですね、まあ、帰宅する人もいますけど、まあ、どちらかというと買い物行くという感じの人が多いですよね。そうですね。そしてこの場所なんですが、人気の観光スポットでもあるんですよね。そうです。まさにこれかなり大通りですけれども、5番街ということで、東京でいうと銀座の真ん中にいるようなイメージですよね、はい、ちょっと後ろ見ていただきたいんですけれども、フェラガモのブティックがあります。そしてさらに奥見ていただくと、カルティエのお店もありましてですね、誰しもが一度聞いたことがあるような、ちょっと憧れるような高級ブティックが非常に立ち並ぶ、買い物にするにはかなりいい場所ですよね。映画の、ね、舞台になったりもしますけど、ね、そうなんです、そうなんです。映画で皆さんも一度見たことあるかもしれないんですが、ティファニーに朝食をという、ティファニーのお店もこの5番街にあるんですね。せっかくなのでちょっと歩いて見に行っていきたいと思います。はい、ちょっと行きましょう。家族連れの姿も多いですね。そうですね、やっぱりもう年末っていう感じの雰囲気になってますよね。すごいですよね、この装飾。本当になんかもうビル全体がクリスマスプレゼントみたいな。イルミネーションが何個使われているんでしょう。すれ違うのもちょっと難しいと思います。確かに確かに、すごい。今日はやっぱりちょうどね、この収録してる今日、クリスマスツリー、大きなクリスマスツリーの点灯式があるということで、はい、いつもにもましてちょっと交通規制とかされてるみたいですね。私去年の2020年の3月に赴任したので、こんなに賑やかなクリスマス、ニューヨークのクリスマスを見るのは初めてです。去年やっぱり違いました。そうです、ちょっとね、人の戻りはあったんですけど、ここまで人が多くなかったですね。このテレビカメラクルーを引き連れて歩くのが申し訳ないぐらい、かなり人がいますよね。あ、なんか可愛いこの装飾が、クリスマスのオブジェが、オブジェがありますね。もう街の至る所にこういったクリスマスのモニュメントがありますね。ちょうどですね、僕が2年前ですよね、はい、コロナの直前の2019年の冬に友人訪ねてきたんです、ニューヨークに。その時は今よりも、もうちょっと人いましたけど、その2年前と比べてもやっぱりもう7割とかぐらい人戻ってきたかなっていう感じしますよね。じゃあコロナ前を回復するにはまだ遠いっていう感じなんですか。まだ完全ではないけど、ただこれだけいろいろなことを言われてても、これだけ人がいるわけですから、すごいですよね、アメリカのパワーって。そうですね、本当に買い物袋を、ね、持って歩いている人の姿目立ちますけれども、ね、これには理由があるんですよね。そうなんです。アメリカでは今12月入りましたけれども、感謝祭の翌日の金曜日、ブラックフライデーと呼びますけれども、そこから年末商戦が本格的にスタートしていくんですよね。このブラックフライデー、日本語にそのまま訳すと黒い金曜日。なんで黒い金曜日なんでしょう。そうなんです、黒い金曜日というのは、いっぱいお客さんが買ってくれてお店が黒字になるということから、一つの説ですけれども、ブラックフライデーと呼ばれているんですよね、はい、あちこちで大規模なセールが行われるんですね。そうなんです。まさにこのブラックフライデー、西野さん何か買いましたか。私去年この運動靴を買ったものの、サイズを間違えて小さいものを買ってしまいまして。ららら、小さいものを買ってしまった。でも、もったいないから1年我慢して履いたんですが、1年履き続けたけど、はい、ちょっと足が痛いので、今年の ね、ブラックフライデーで買い直したいなと思ってます。なるほど、まだこれからってこと。はい、これからです。まさにですね、このブラックフライデー、ただ、いろいろ取材をしてみますとですね、今年はある3つの異変が見えてきたんです。ニューヨーク支局総出で取材しましたので、こちらご覧ください。ニューヨーク州最大級のショッピングモール、ブラックフライデー当日のショッピングモールに来ています。買い物客がたくさんバッグを抱えていますね。話を聞いてみましょうか。 What did you buy? A hoodie. A hoodie.
Can you see it? Awesome. You got a good deal? Yeah. Awesome. Good. I got me the cutest little North Face slippers. North Face. Got it. I bought from Macy's a jacket, a winter coat, right? It was about like $30. I think it was very convenient. You don't find a price like that. So how much are you going to spend in total, do you think? Probably like $3,000. Probably. Probably more. Yeah, probably more than that. いい買い物ができたという人がいる一方で、ショッピングモール内は閑散としています。客からはこんな声も。Well, they've had the same prices for the last maybe 2 weeks, so there's nothing different today. サプライチェーンの混乱で商品不足を懸念する小売大手は、需要を分散させようとセールを前倒しして開始。今年は例年よりもセールの期間が長期化したことで、ブラックフライデーの特別さが薄れつつあるのです。全米小売業協会の調査によると、11月上旬までに年末の買い物を始めた人の割合は6割超に上ります。さらに。Oh, how did you find the sales this year? Terrible. What did you expect versus what did you get? I wanted to see 50% with 40% off. You know what I'm saying? What did you get? 10%. Oh, wow. This is like a regular day. Most of the stores will give like a discount, but now like some stores are not doing that. So, yeah. ある調査によると、2019年はおよそ 42% だったブラックフライデーの値引き率が今年は 33% まで低下しています。小売店にとっては商品不足の懸念が続く一方で、客の買い物需要が強いことから大きな値引きをする必要がなくなっているのです。年末のセールで売り上げのおよそ半分を稼いできたというこちらの宝飾品店。100万円から2億円の高級品を扱っていますが、ある異変が。こちらのお店では商品がない影響で宝石を置くこの棚のこの部分、違うもので埋めています。サプライチェーンの混乱で商品が調達できないためだといいます。こちらのショーケースも空きスペースが目立ちます。さらに問題は他にも。This is a 5980 Patek. This watch about 15 months ago, say it was going for about 150,000. It's 280,000 today.品不足の影響で仕入れ価格が高騰。こちらの腕時計の販売価格は日本円でおよそ3200万円と1年前から2倍近くになっています。その他の時計の価格も 1.5 倍から2倍、宝石も2割から3割値上がりしているといいます。 But major sales, the way we used to have 5-6 years ago, those are goneYeah, we'll get a call from a customer. They don't appreciate the price, so they'll say, "Listen, I'll find it cheaper somewhere else." 商品不足で恒例の年末セールもできなくなってしまいました。こうした中、注目を集めているのが。That'll be my last thing. If I can't find somebody a gift, my last resort is a gift card. It might be a good idea, actually.Because most stores now give gift cards as well, so do airlines, hotel, chains. 商品券のように使えるギフトカード。決済大手スクエアによると、9月から10月のギフトカードの取扱高は
1年前と比べ 43% 増加しました。I think a lot of it are, it has to do with these supply chain issues and people maybe not finding exactly what they want, but they know roughly what they're looking for. And so we started to see the bump a little bit earlier this year, and I think that'll continue. So figure roughly about a 50% increase as we continue through November and December would be my guess. 年末商戦問題の根底にあるのが、こちらの店ではブラックフライデーのセールが始まっている中でも、ホリデーシーズンの店員を募集するポスターがまだ貼ってあります。アメリカ全土で人手不足が深刻化。小売大手だけでなく物流大手も採用活動を急ぎます。人手がないことで配送の遅延なども懸念されています。アマゾン .com は年末商戦に合わせて時給2000円以上の高待遇での働き手確保を急ぐなど、競争力のある大企業と中小企業とで人手確保に格差が生まれつつあるようです。さまざまな要因が絡んで例年とは異なる年末商戦になったようですが、滝沢さんは何か言われましたか？そうなんです、私がまさに身につけている今これブーツとこの帽子ですね。ちょっとニューヨークに来てやはりかなり寒さ気になるの で、防寒具を買ったんです。お似合いです。ありがとうございます。ただですね、驚くのがブラックフライデーの翌日に購入したんですが、はい、両方とも安くなかったんですよね。割引がなかったんです、ね、割引がなかったんです。店員さんに聞いたんですね、セールの前セールの後とこれ変わらないのって聞いたら、全く変わらないっていうことだったので買ったんですけれども、やっぱりなんかお店を見てみても安いものないなっていう感じでしたね。この時期を、ね、楽しみにお金を貯めてる方もいますから、ちょっと残念な内容ですね。そうなんですよ。それで私も店員さんに聞いたんですよね、ちょっと安いもの少ないんじゃないかって聞いたんですけど、はい、そうしたら I think so too って、まあ、僕もそう思うよって言われて、まあ、やっぱりみんなそう思ってるのかなという感じでしたね。そうなってくると客足にも影響が出そうですね。そうですよね。この、まあ、アメリカの全米小売業協会がブラックフライデーからサイバーマンデーまでの5日間のお客さんの入りですね、発表したんですけれども、1億8000万人ということで、これ去年と比べてみますと去年よりも減ってしまっているんですね。去年はワクチン普及していなかったので、まあ、去年よりも今年の方が多いと思ったんですが、意外と減っていた。でさらに驚くのは2019年コロナ前の2年前と比べても減っていたということなんですね。この年末商戦の結果がね、年末の株高を誘うとも言われてますから、ちょっと心配ですね。そうなんですよね。やはりそのアメリカ、まあ、個人消費が GDP の7割占める国ですから、やはりこの個人消費が活発になる年末商戦、この時期に少し水差されてしまうと先行き不安ですよね。そうですね。ワクチンが普及して力強く回復するというシナリオ、当初のシナリオがまた変わりつつあるかもしれません ね。また先行き分かり次第お伝えしたいと思います。以上、基礎から学ぶアメリカ経済でした。最後まで見ていただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして、動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。